こんにちは、シゴスピチャンネルの管理人こと、スピリチュアルの語り部、天心です。シゴスピラジオは、スピリチュアルにまつわるあんなこと、こんなこと、世の中にあるこんなことは、スピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるの？といった内容で話していきたいと思います。今回のテーマは、継続できないポジティブな気持ちということでお送りしたいと思います。シゴスピラジオでですね、いろいろと話してきてはいるんですけども、その中でですね、私たちのその、人生というか、その、我々人生生きているわけですけども、その中で、できれば幸せに生きたいわけですね。でなるべく幸せなことが周りでこう起こってほしいという願望が誰しもあるわけですけども、そのためには自分自身のその、もちろん現実的な行動とか努力とかそういった工夫は必要なんですけども、それ以前にですね、私たちの心の中にある霊界、心そのものが霊界ですけども、その霊界というものが、権限化して、現実の物事を作り出してるんだという、流れがあるという話を、何回かしてきてるわけなんですけど、で、霊界を変えるってことが大事なわけですね。なるべくその心の状態を波長を上げていく、波長の状態を良くしていくということが大事ということをお話ししてきました。でその方法というのは、なるべく物事を明るく考えましょうとかね、幸せな気持ちをこう感じるようにする、心の状態が幸せならば現実に起こってくる、現世に現れてくるものも幸せなものになっていくという法則があるわけなので、幸せな気持ちを持ちましょうとかね、明るく前向きに考えましょうとか、あまり消極的にならないでいましょうとか、暗く考えるのやめましょうとか、いろんなことが考えられるわけなんですけど、こういった気持ちに、なろうと思えばですね、なれる、一時的にであれなれるわけなんですね。例えばそういった幸せなことを考える、そうするだけでも心は幸せになるわけです。ところがこの幸せでポジティブな気持ちというのがずっと継続するかというと、それが難しいと。やっぱり一時的に幸せな感覚を想起しても、それがずっと続いていかないという結構悩みがある方が多いみたいで、なかなかこうそのポジティブな気持ちが続かないんですっていうね、ご意見をいただくことがあるんですけども、これある意味で当然なんですね。ずっと一瞬の隙もなくポジティブな気持ちがもうずっと何十年とか続いていくっていうのは基本ありえないんですね。なぜありえないかというと、一つには人間が感情とかね、感覚っていうものは一定していないわけですよ。なぜ一定していないかというと、それは一つのエネルギーなんですね。感情というものは、でエネルギーには法則がありまして、必ず上がりきったら下がっていく、で下がりきったら上がっていくっていうね。だから上がりっぱなし下がりっぱなしっていうのは基本的にないんですね。どんなにこうテンション高くてもですね、ピークまでいくとこうちょっと下がっていくという傾向が出てきますし、もうどん底に落ちてこれ以上悪いことにならない、ここまで落ち込んだもう下がないっていうぐらいまで沈むと、もうどうでもよくなってきて、むしろ開き直ってこうポジティブになっていくっていうね、そういった感情のもエネルギーだから、感情的な動きも上がったり下がったり上がったり下がったり、こういうのが繰り返されるのが当たり前なんです。だから人間である以上は、人間でなくてもそうだと思いますけども、ずっと一定するってことはないんですね。エネルギーなんで、感情っていうのはエネルギーなんでね。ということは、じゃあどうしたらいいか、どう考えたらいいか、もちろんある程度継続的にこうしていかなければいけないんですけども、継続できないのは当たり前だと、矛盾してるじゃないかと思うかもしれませんが、私が言って継続っていうのはですね、別にもう一定のピークをですね、ポジティブな気持ちのピークをずっと一定に保って継続しなさいという意味ではないんです。上がったり下がったりがあってもいいんです。ただその上がったり下がったりの中のそのアベレージですね、アベレージをなるべくこの上位のね、ポジティブ、ネガティブかポジティブか、どちらかといえばポジティブっていうね、状態にこう持ってきたわけですね。
だから波形図であえて表すならば、上行って下行って上行って下行ってってなるのは仕方ない。だけどもズドーンと落ちてもう全然上がってこないとかね、まあズドーンと落ちたら必ず上がってくるんですけど、でも上がってきたものをこう押さえつけてね、あの上がってこようとするのを阻害するというのはあんまりそういうことはしてはいけないですよと。だから人間って一回嫌なことがあるとですね、その嫌なことをさらにこう追求してってどん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 テンションを下げてしまうというね、せっかくこうもうどん底まで落ちたから上がるだけってなってるのに、上がってこようとするものをこう押さえつけちゃうね。いやいやでもあの時はあんな風になことが起こってあんな嫌な目にあったから、どうせこの先も嫌なことしかないんだみたいなね、いう風に自分の中でこう上がってこうする目を潰すとなかなか上がりづらくなってしまうと、それをやめていくっていうのが結構大事なんですけども、だから必ずしもその一定ではないと、エネルギーは一定にはいかないから、ポジティブな気持ちも一定で継続することは不可能と。だから落ちすぎないっていうのがまず一つですけど、落ちて上がろうとするのを阻害しない、これが大事なんですね。だからその継続、その努力の継続のことなんですね言ってるのは、うん。でもう一つ大事な点がありまして、なるべくこうポジティブなアベレージでこうね心の状態を保っていきたいわけですけども、その場合に、まあ、参考になる考え方が、まあ、日本人の古来からある考え方で晴れと気という考え方があります。晴れと気って何でしょう、聞いたことある方は聞いたことあると思いますけども、まあ少なくとも一つは聞いたことあるはずなんですけどもね、晴れと気という考え方があります。でこれは何かというと、すごく簡単に言うと、日常の状態と、まあ、その特別な状態、もっと別の言い方をすると、なんだろうな、フォーマルな時とカジュアルな時、要は公と私みたいな分け方もできるかもしれませんけども、要は特別な時と日常っていうのをうまく使い分けるっていうことなんですね。というのはどういうことかというと、やっぱりずっとずっと毎日毎日ポジティブな気持ちになるっていうのは難しいかもしれないけども、やっぱりポイントポイントでポジティブな気持ちになるようなこうイベントを用意するってことですね。晴れとけっていうのは、晴れっていう言葉は絶対聞いたことあると思うんです。晴れの日とか、今日は晴れ舞台だとかっていう言い方しますよね。これは特別な日だっていう意味で言ってるわけですよね。例えば花嫁さんにとって、まあ、結婚式は晴れ舞台じゃないですか、ね、晴れ舞台。どうしてか、結婚式では花嫁さんは、まあ、花婿さんもそうですけどね、花嫁衣装といって、まあ西洋式だったらウェディングドレス、すごい豪華絢爛なものを着たりするわけですね。あと、まあ、和式というか神道式であれば、花嫁さんの格好ありますよね。の隠しとか、なんかこうかぶってとか、おしろいしてとか、そんなことは日常ではやらないわけです。でも結婚式の日はやるわけです、ね、ウェディングドレス着てとか、でっかいウェディングケーキ作ってとかね、たくさんの人がご祝辞を述べてくれると、ね、普段祝辞なんか述べられないでしょ、ね、その時は特別にかしこまったやり方で、まあ、祝ってもらってやるわけですよ。だけど日常では別に普通のカジュアルな会話をして、ね、冗談言ったりとかしますけど、ね、結婚式は晴れの舞台だから、特別だから、特別な形式があり、特別な感じで、まあ、やっていくわけです。まあ、こんな風にですね、まあ、特別な日というのが、まあ、日常が頑張れるっていうね、部分もあるわけなので、このだからポジティブな気持ちを喚起するね、こう特別な晴れの日っていうものを自分の中で定期的にこう設けていくんですね。まあ例えばだから神社とかでも1日は1日月並み祭とかあったりとか、で15日もなんとかの縁日があるとかね、まあ、28日はお不動産の縁日だったり、18日は21日か
あの観音様の日だとか、なんかいろいろあるわけですよ。なぜそういう日があるかというと、別にその日じゃなくたってね、お不動様にお参り行ったって、観音様をお祈りしたっていいわけだし、別に神社でお祭りやってなくたって神社で行ってお参りしていいわけですよ。どんどんやるべきなんですけど、やるべきというかやった方がいいんですけども、だけどあのそういう特別な日っていうものを定期的にこう設ける、そこはかしこまってきちんとやる、そういう日を設けていくと、あの晴れの日とけっていうのがうまくバランスが取れるようになるので、日常と特別な日っていうものを設けることで、こう良い感じのこう波長が描けるようになっていくということが言えるんですね。なのであのポジティブな気持ちを継続したいっていうのも実は同じで、やっぱり定期的にこの日はこうすごいポジティブな、ね、霊界転換のため の心のね、ある種トレーニングじゃないですけど、こうそういう歓喜する時間っていうのを設けていく。そうすると、まあ、それをずっと続けられないけども、そういうのをアクセントをつけて晴れの日としてこう、こうなんですかね、晴れの日のようにこう決めていく、やっていく日を決めていく、ポイントポイント。そうするとですね、日常の方もな、それがいいアクセントになって、こう日常の考えてることとかね、あの心の波長というのも上がりやすくなると。もちろん日常でもちょっとずつ気をつけていくっていうことは大事なんですけども、1日24時間365日ずっと霊界転換のためのことを考え続けるというのは厳しいとは思うので、大きなアクセントをつける。で日常では、まあ、なるべくこう心を調整していくようなね、落ちすぎないように上がっていこうとする、ね、感情、ポジティブな感情を潰さないようにするとかね、そういった細かいことを日常はやっていく。で時々やっぱりしっかりと自分の心を上げるような、まあ、守護霊様にねお祈りするとか語りかけるということも毎日やっていただきたいですけど、毎日やるのは日常的なことの語りかけで、まあ例えば月に1回2回はしっかりと守護霊様に向き合ってね、自分なりの考えや抱負を述べる、そういう日を作っていく、ね、しっかりと日頃の感謝をする日を作っていく、そういうことが大事で、それにやっぱりそういう日を作らないと、だん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 その形骸化してきちゃって、霊界転換というのも難しくなんかなーなーになっちゃって、ポジティブな気持ちもいつの間にかなんか、ああ前と変わってないようなことを考えてるわっていう風になってしまうということがあります。なのでこう晴れとけというね考え方に当てはめて、特別にこう盛り上げる人、ね、日常の細かいことを注意していく、そういった二段構えでやっていくと、意外とですねこの波形が、波長の上昇の波形がですね、いい感じの部分でアベレージを取れて、で霊波長がこう上がっていくと、一段上がったところの霊波長が自分の通常の、ね、心の良い状態の霊波長になって、それがまあ霊界を作っていき、で結果的に霊界が現世に権限化して、まあ、幸せな感じになっていくという流れになっていくんで、まあ、継続できないっていうのが、ピークをずっとやっていこうとするから継続できないんだということを、まあ、知ってほしいかなと思います。ということで今回は守護スピラジオ、継続できないポジティブな気持ちということでお送りさせていただきました。今回も守護スピラジオをお聞きいただきましてありがとうございました。守護スピラジオでは触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下、説明が書いてあるところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。また、守護スピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いします。ではまた次回の守護スピラジオでお会いしましょう。さようなら。